井口由香がなんとなく聞いたことがあるけれどなかなか行かないスポットを愉快に訪れる井口由香の愉快なお散歩。前回から上福岡の街を愉快にお散歩する井口さん、お腹も減ってきたところで手打ちうどんのお店を見つけテンションが上がってまいりました。食べに行く行く行こう行こう。邪魔しますよ。やってきたのは手打ちのうどんにこだわるさぬきうどん上部。店内にはあの超大物スターのサインが。失礼します。こんにちは。いい匂い。おうどん、いろいろ種類があるんですね。あ、すごい。なんでしょう。サインが、上部でしょう。超クオリティ。お兄さんお兄さん、なんで長嶋監督のサインがあるんですか。僕は昔あの野球をやってまして、なんとそれであのサインいただいたんです。野球選手さんだったんですね。昔そうです。わお、爽やかでイケメンでらっしゃる。ご結婚はしてます。そうですか。なんだ、なんか帰ろっかな。ほらほら、これに、はい、お願いします。乗ければいいんですね、はい、お揚げでしょ。半熟卵はいいですよね。いいですね。私ちくわ好きなんだよな。ほうほう。ナス、ちょっとうどん、おすすめのうどんはありますか。一番出るのはやっぱりオーソドックスなかけうどんが。かけうどん、はい、出ますね。おいしそう。かけうどんください。はい、わかりました。どうぞ。お待たせしました。お待ちのでお気をつけください。はい、めっちゃおいしそう。あと私具多かったな。外形失礼してもいいですか。嫌です。おいくらですか。680円、はい、こいつを出す時が来た。1000円からで。あ、すみません。ありがとうございます。お預かりします。迷惑な客やで。本当だよ。いただきます。おいしそう。あ、全然綺麗に割れなかった。いただきます。まずはお出汁いただきます。お味はどうですか。おいしい。おいしいです。ありがとうございます。ビクッてした今。大きい声出したから。わーい。一本。うまくうどんをすすれないという井口さんでしたが、絶品うどんを前に箸が止まりませんでした。ごちそうさまでした。美味しかった。ペロリと食べたわ。お兄さんとっても美味しかったです。ありがとうございます。また来ますね。お待ちしております。ごちそうさまです。あー、美味しかった。お土産、あのイケメンはただのイケメンやない。ものすごい優しいイケメンや。結婚しとるけど。また来ます。みんなもぜひ絶対来てください。本当に美味しいから。お腹も満たされ笑顔で歩いているとこんなものが。すごい、何これ。 CD 自動販売機ですか。すごい、これやりたいですね。あとあったかい。店の前にいるとやたらと積極的に話してくる店長さんが出迎えてくれました。後ずさり気味の井口さんですが、中に入ってみることに。DVD と CD のね、あれがあるでしょうからね。そうなんですよ、はい、ありがとうございます。リスアニでお邪魔に来ました。まさに神の御座知るでしょうから。あ、よく作品ネタか知ってる。やだおじさん、なんか仕込んでるみたいになっちゃうじゃないの。僕らも伊達に52年やってないですか。次回、
愉快な上福岡の皆さん。てんつくわんつく、てんつくわんつく。